うわすげえ、うわおーおーおお、え、ゾウ、こいつがシパフだ。シパフ、わあ乗りたい、これ乗りたいぞ。よし準備ができたら乗るぞ。おお、シパフ、大若や、まあ、大若やか。久しぶりだな。あ、乗ったことあるんだ。うん、一回だけ。10年前、キマリと一緒にね。へー、覚えてる？シパーフが揺れて、ユーナが川に落ちた。シパーフは長い鼻でユーナを助けた。ユーナは喜んで3回わざと川に飛び込んだ。あ、全部覚えてる。キマリは心配した。ごめん。おてんばなんだね。ユーナは楽しそうだ。だからいい。キマリかわいい。ヴィランは乱暴者だ。でもロンゾだから嘘はつかない。ほう、だから召喚師が消える話は嘘ではない。あ、そこは疑ってないよ、うん、大丈夫。注意する、うん、アルベド族の姿を見かけたよという情報がある。どんな時も、警戒を怠らず最初の注意を払うように。何こいつ、シパーフ近いと危ないよ。ペタンコ踏みつけられたい。何こいつ、初めて見るんだけど。 あれあなたも防具屋さん。10年前に、うん、あ、昔話。ジェクトもここで初めてシパーフを見た。ほう、驚いたジェクトはいきなりシパーフに切りかかってな。何やってんだよ。なんで酔っていた。魔物だと思ったらしい。酒飲みながらやってたの。ガード、はあ、しょうがねえな。俺たちの有り金を全部出して詫びを入れた。そしてジェクトはそれ以来酒をやめた。ほう、あの時のシパーフは今も現役のようだな。あれ、切りかかったシパーフなの。あ、そうなんだ。シパーフ、スピラは10年経っても何も変わっていない。もっともここは変わることを拒否している世界。そう簡単には変わらんだろうな。なるほど。え、あの、もしかして後ろ足のなんか線はあれ傷なのかな、もしかして。スパーフー。
シパーフ。何もできない。何もできない。どうやって乗るの？どうやって乗るの？この先行けないな。どうやって乗るの？このシパーフ。あ、こっちか。ダメダメね。無理っぽいかもよ。そこをなんとかお願いしたい。ダメなものはダメなのね。どうしたんすか？あいつったら、この子をシパーフに乗せないっていうの。あ、チョコ？あー、でかいもんな。たく腹立つわ、あいつ。どう考えても無理だと思うけど。それじゃ何？この子置いていけっていうの？いや、そんなつもりじゃ。やむをえん。シパーフは諦めるぞ。どこか徒歩で渡れる浅瀬を探す。了解です、隊長。まあそうなるよね。すごい遠回りじゃないっすか。しょうがない。道がなければ切り開けばいい。そんな無茶な。さすがルチル隊長。道がなければ切り開けばいい。ちょっと印象に残ってる言葉なんだ。ルチル隊長、元気かな？なんか結構長い間一緒に旅してきたけど、みんなこうやってチリチリになっていくんだね。シパーフについて語っても良いかな？お願いします。シパーフの生態についてはわからんことが多いんですわ。例えば、そう、食事ですな。シパーフは何も食べやせん。大丈夫なんすかそれ。鼻で川の水を吸い込むだけであの巨体を維持しとる。水中の小さな小さな生物を食べているという説もありますな。うん、大体こんなところですわ。だけ？でもいいね、餌代かかんないってことだよね。シパーフ乗るのがそんなに楽しいの？分かってねえな。でかい動物、それは男子永遠の憧れなのだ。な準備できたらシパーフ使いに声かけてきな。はい。ルカの大会が終わったらすぐベベルへ戻るつもり、帰るつもりだったのに。討伐隊が街道を封鎖してたからずっと帰れなかったのよ。出発。カエルなのかな。海渡ってく感じだもんね。ゾウかと思ったけどゾウじゃないんだね。おい、ん？見てみろ。何？何？あ、町が沈んでる。千年以上前の機械の町だ。川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて川の底に沈んでしまったそうよ。まあ、いい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？
水がたくさんあって便利だからとか。いや違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。でもさ、結構機械使ってるだろ。スタジアムとか。そうだよな。ジーンがね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可ってね。どんな機械がダメなんだ。二編セッションで見ただろう。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくて、スピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ。突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。なあ、きついな。でも機械が悪いわけじゃないだろ。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわっ、なんか変だよ。大丈夫？座っていろ。はい。待て、アルベドだ。アルベドだ。これじゃないの、いなくなるの。この下の都市にアルベドがいるんだ。出るな、今助かる。
怪我はない？うん、大丈夫。まったく、アルベダの奴らめ。捕まえた奴どこ行ったんだよ。大丈夫かな。すいませんでした。もう大丈夫です。言うな。あ、はい。シュパーフ、出発進行。めっちゃ早かったな、座る速度。そんな大声上げてやらないでよ。アルペドめ、なんだってんだ。ルカデのことと関係あんのか。あいつらユーナを襲ってどうする気だ。あ、試合に負けた腹いせか。あ、2編セッション失敗の腹いせか。どうかしら。キマリの知り合いが言ってたでしょ、最近召喚師が消えるって。ああ、それがアルペド族の仕業か。そう、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって。アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろ。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃそうだけどよ。そうだね。いいね。ほんで着いた。電車行きましょう。キマリはシュパーフの上で油断していた。もう二度と油断しない。大丈夫だよ。一人でそう背負い込まないで。ユアードサラムでブラスカ様にお会いしたらいかがですかな。立派な娘さんを持ってブラスカ様も異界で鼻高々でしょうな。異界で。やっぱりこれさ、シン倒したら召喚死ぬんじゃないの。あのなんか究極召喚とかいうやつで。もう嫌な予感してきた。まだアルベドがいるかもしんねえ。気付けようぜ。オッケー。しばらく動けそうにないわね。するんですか。口を映ってきてる。アルベド族の機械を破壊したそうだな。良い心がけだ。エボンの恵みがあるぞ。これ以上アルベドの好きにさせないよう警備を強化する必要があるな。まあでもシパーフのとこに来たらしょうがないよね。こっちの岸には怪しげな商人がいないと思ってたら、あそこのおっさんに捕まってついつい買い物しちゃったわ。大若屋じゃん。大若屋。なんシーンに取られた娘と5年ぶりに会ってきたら、グアードサラムというのはたまげた場所やの。どういうこと？シーンに取られた娘に会ってきた。ユーナから目を離すなよ。了解です。すいません。めっちゃ目離しました。すいません。
しか蹴れない。どうすんの。まだアルベド仲間みんな喋ったっけ。変なことしないでよ。シパーフお休み中か。あ、アルベド。ないわねとかなんてか死んでるよ。誰か大丈夫ですか。リュック死んでる。うわっ。あっよっと。えっ、よっしゃった。よっと。死ぬかと思った。あ、リュック、リュックだよな。おお、無事だったんだな。こんなとこで元気だったか。どうした。全然顔色悪いな。なんかあったのか。君にやられたの。私。あ、さっきの機械。ああ、あの中にいたのか。お前なんでそんなことしてんの。めっちゃ美人で。めちゃめちゃ痛かった。ひどいよね。もう今日お前らもやることやってじゃん。でもさ、そっちが襲ってきたんだろ。違う、深い事情があるんだよ。おい、知り合いか。あ、まあ、いや、わかんないか、この格好だったら。どうも、リュックです。ほら、ユーナとルールにはルカで話したよな。ビサイドに流れ着く前に俺が世話になった。そりゃお前恩人だろ。アルベドって言えないよね。会えてよかったよな。いや、本当にそれは思った。エボンの賜物だ。で、リュック、倒れてたみたいだけど、怪我ないか。大丈夫本当。ワカ、ちょっと待って。あ、なんだよ。ちょっと、話したいんだけど。おお、話せよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。ん、おお、話せよ。リュック、リュック、めっちゃ布地少な、他の子に比べて。アーロンさん、リュックを私のガードにしたいんですけど。顔を上げろ。え？顔を見せろ。あ、いいよ。目を開けろ。やはりな。ダメ？目でわかるんだ。覚悟はいいのか。当たり前です。というわけでいいんだよね。え、ユーナが望むなら。え、何？長いなのこれ。私はぜひ。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。 いい子だけど。そうだな、賑やかになっていいかもな。そうそう、じゃあ私は賑やか担当ってことで。不思議だった、ワッカはあんなにアルベド族が嫌いなの。よろしくお願いします。リュックがアルベド族だって気づかなかった。まあ、アルベド族ってどうやってもう分かるんだろう。みんな、あ、やっぱり顔隠してるとか。そうかな。
待って、リュック仲間になったけどクソ弱いんだけどこれお前、え、しかも待って、誰かと被るじゃん。誰これ、あ、違うわ、持ってるのか今。びっくりした。え、待って、しかもなんかもうなんか格好変わってるしさ、顔が出てきたらもう誰かわかんないよ。君は何を持ってるんだい。え、大丈夫これ、大丈夫、こっちすぐ死んじゃうよ。ちょっとの間お前出張ってもらうから。あー、宝箱だ。中身なんだろう。バトルに出てくる宝物、宝箱。バトルシーン内に置かれている宝箱は特殊コマンドの盗みで開けることができます。魔物がいなくなればバトルは終了してしまうので、宝箱が開いていない場合は中のものは手に入りません。また攻撃すると宝物は壊れて、あ、宝箱は壊れてしまいます。この場合も中のものは手に入りません。あ、なるほど。ゴムの塊。やり。なるほど。一体。私怒ると怖いんだからね。見てな、今取ったアイテムでガスッとやっちゃうよ。調合、リュックのオーバードライブ技。中調合とはその時に持っているアイテム2個を組み合わせてさまざまな効果を呼び起こす技です。ただしどんな効果が起こるかは使ってみないと分かりません。はあ、難しいな。お前、何やったんだ。すっげえ威力だな。アイテム組み合わせて使うとこういうこともできちゃうわけ。ま、適当にやってんだけどね。大丈夫この子。僕は大丈夫なのか。ツイッターからも変わる。弾増えたな。スルッと増えたな。なんで増えたの。大丈夫、理由なさそう。さらったアルベドムだよ、この点に関しては。仲間増えたし気分一新。一新した。やばいって、それはやばいって。軽く700は言ってもらわないと。昔より魔物が増えたな。そうなんですか。だろうな。あ、やばい。ワッツ、ポーション。
ないな。でからの終わりだ。周りがちゃんと常にこうありたいものだな。すぐスピアバイジルまさかここでポーション使える子が出てくるとはな。この先何？あ、ここがグラノサラメ。すごい、ね、ここなんでさらったのか聞きたいんだけど、ゆっくり他のアルベドに見つかったらそれはそれでまたなんかやばくないか。大丈夫？何お待ちしておりました。ユーナ様、ようこそグアドサラムへ。ささユーナ様、こちらへ。ちょっと待って、なんなんだあんた。これは失礼。私、トアメル・グアドと申します。グアドの族長、シーモア・グアドの身内の者でございます。シーモア様がユーナ様に大切なお話があるそうで。私にですか？どんなお話でしょう？ともあれ、まずはシーモア様のお屋敷へどうぞ。もちろん皆様も歓迎いたしますよ。なんか気なくせえな。なんか強引だよね。ほんとそうだよ。忘れてた。え？お、え、改造が可能になりました。なんだって？アビリティを追加して強化する改造です。あ、そうか、1個スロット空いてるやつあったもんね。久しぶりにグアドサラムにお戻りのようです。ここにずっといるわけじゃない。まだまだお若いのにすごい方ですよね。異界と現行中について語ってもいいですかな。教えてください、教えてください。やめてくださいって。異界お願いします。異界とは異界送りで生まれた現行中が集まり、死者が生きていた頃の姿をとってで現れる場所でしてな。なんとも不思議な現象ですが、仕組みはよく分かっておらんのですわ。アルベドの者たちはこう言いますな。異界を訪れた聖者の思いに現行中が反応しているだけだと。しかし異界に現れるのは死者のみ、聖者の姿は出てきやせんのです。この仕組みが分かっとりませんな。おそらく聖者の心には死者の思いが住み着いており、その思いが現行中の力を借りて姿を見せるのではないかと。いやいや、証拠などありゃせんのですがな。そういう系の話めっちゃ分かんないんだよ。ま、これくらい。なるほど。い現行中は原稿中といっても虫ではありゃせんのですわ。
魔物を倒すと現れる光、魂みたいなやつね、あれのことですな。現行中はいろいろと不思議な現象を見せてくれます、うん、過去の幻影、スフィア、魔物、すべて現行中の仕業ですわ。そうそう、はい、召喚獣にも現行中が大きく関係しとるようです。あれも死者の魂みたいなもんね。あれは祈り子様たちの夢が召喚師の精神を通じて、そう、現実の世で形になったもの、そのように推理しとります。いやいや、証拠などありゃせんのですがな。そういう感じの話に証拠はないよね。ま、これくらいですかな。なるほど。グアズ族と僧兵が協力して街道を警備しているのだ。スピラのために力を合わせるのは当然だからな。いい人たちなのかな。一旦セーブしとくわ。注目してたんだ。今度一緒にプレイしようよ。大会の時は魔物騒動で大変だったわね。うちのチームにも怪我人が出たのよね。あ、すごい、スカウトできる。人だ人だ、召喚したガードだ。エボンの教えを受け入れた時からグアド族はブリッツボールを楽しむようになりました。おい、うん、まあ、なんかちょっとこう異界のものな感じはするよね。不気味だなこの家。ユーナから目を離すな。分かった。なんかさ、いい匂いしない？いい匂いするね。決まりはシーモア老子が気に入らない。シー、家で言うなそんなこと。どんなお話なのかな。どうも落ち着かねえな。なんかすごいよねここ。ルールは。ルール黒いから。あ、いるルール。どこ？トーメルが参りましばしこちらでご判断。どうしましょう。あ、ルールここにいた。全然見えなかったわ。歴代の族長ね、グアド族の。同じ顔だ。シーモア老子だけなんか違うよな。知らなかったの？シーモア老子は
先代の族長ジスカル老子と人間の女性との間に生まれた子。ハーフなんだ。だから人間らしいんだね。どうぞこちらへ。どうぞこちらへ。じゃあ怒られたんやけど、すげえ土器を含んでる。シーモア様をお呼びしてまいります。しばしお待ちを。飯食わせるために俺たちを呼んだわけじゃないよな。このグアドサラムには寺院がないでしょ。ないね。だから普通召喚士たちは通り過ぎるだけなのよ。へへへへ。何？いや、何も聞かなくても説明してくれるから。余計なお世話ってわけ。違う違う。俺が何も知らないことを分かってくれたんだなって思って、うん、ザナルカンドから来たことを信じてくれたのかなってさ。まあね、私には知らないことがたくさんある。その中の一つにあんたのザナルカンドがある。そう考えれば納得できない話じゃないわ。まあいい女。気をつけて、はい、私たち以外には言わない方がいいわね。うん、わかった。警戒を怠るなよ。なんで？エボンの偉い人の家だろ。力を持つと使わずにはいられない、そういう輩かもしれん。なるほど。あんたさ、エボンの教えとか信じてないのか？俺もザナルカンド暮らしが長かったからな。ああ。ああ。確かに。キマリはもう何も言わない。何も言わない。怒られた。キマリは。リュックお前。うまいよこれ。おい。あれはいいけどさ。ドキドキするな。もう。まあ呼び出し食らってるわけだからね。偉い人から。なんだこれ。お客人を迎えるのは楽しいものです。ジスカル様が亡くなって以来、この屋敷は静かすぎました。ジスカル老子の死はスピラにとって大きな損失です。ジスカル老子ってそんなにすごいのか？グアド族にエボンの教えを広めたんだ。まったく惜しい方をなくした。そう、まことに残念です。しかし我らには新たな指導者シーモア様がおられる。シーモア様はグアドと人の間に生まれたお方。必ずや二つの種族を結ぶ絆となってくださいます。いいえ、それだけではありません。シーモア様はこのスピラに生きるすべてのものの未来を照らす光となるでしょうな。召喚士の仕事ですけど。それぐらいにしておけ、トアメル。いい声だなお前。あまり無茶しられると居心地が悪い。本当にいい声だな。ようこそ皆さん、はい、あのお話って？そう、結論を急がずにごゆるりと。言うのは先を急ぐ身だ。手短に済ませてもらいたい。失敬。久方ぶりに客人を迎えたので、つい。ユーナ殿、こちらへ。これは異界を漂う死者の思念から再現した貴重なスフィア。あ、え、ザナルカンドだ。ザナルカンド。
ザナルカンド。およそ1000年前の姿です。おお、すごいね。繁栄を極めた機械仕掛けの町ザナルカンド。彼女はここで暮らしました。彼女？彼女？ユーナレスカ様。歴史上初めてシンを倒し世界を救ったお方です。へえ。そしてあなたはその名を受け継いでいる。やっぱそうなんだ。父がつけてくれたそうです。ブラスカ様はあなたに願いを託したのでしょう。ユーナレスカ様のごとくシンに立ち向かえと。しかしユーナレスカ様はお一人で世界を救ったのではありません。無敵のシンを倒したのは二つの心を固く結んだとはに変わらぬ愛の絆。何？うわあ、顔真っ赤。大丈夫か？え、何？口説かれた？結婚を申し込まれました。マジっすか？マジっすか？おい、ユーナの使命を知っているはずだが。もちろん、ユーナ殿の、いや召喚師の使命はスピラに平和と安定をもたらすこと。して？しかし真を倒すことだけが全てではありますまい。真に苦しむ民の心を少しでも晴れやかに、それもまた民を導く者の務め。私はエボンの老師としてユーナ殿に結婚を申し込んだのです。スピラは劇場ではない。ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらん。それでも舞台に立つのが役者の務め。今すぐに答える必要はありません。どうかじっくり考えてください。そうさせてもらおう。出るぞ。ユーナ殿、良い返事をお待ちしています。何のためにとどまっているのです？これは失礼。我々グアドは異界の匂いに敏感なもので。え、ちょ、うん、もしかしてアーローも死んでる？え、待って、やめてそういうの。え、待って、ちょっと待って、セルシオ。
大召喚士の娘ユーナとグアドの族長シーモは、その二人がエボンの名のもと種族の壁を越えて結婚か。確かにスピラにとって明るい話題になるわね。だからでもよ、ほんとひとときの夢って感じだよな。ほんとだよ。っていうかさ、早く旅の続き行かない？冗談きついっすよ。あー、やきもち？違うって、シンを倒すのが一番、それ以外は後回しだろ。余計なことに巻き込まれちまったよな。本当だよ。余計なことなのかな。マジっすか。私が結婚することでスピラ中の人たちが少しでも明るい気持ちになれたら、そんな風に役に立てたら、それも素敵だなって思うんだ。こういうことって今まで想像したことなかった。だからよく考えてから返事をしたいの。マジっすか。結婚して旅をやめちゃうのもありだと思うな。今までどうなんで頑張ってきたの。旅は続けるよ。シーモア様もきっと分かってくれると思うな。うん、そうだね。私召喚士だもの。シンを倒すって決めたんだから。ブラスカと同じようにな。それなら何を考える必要があるスタって叫びたかった。私異界に行ってくる。異界で父さんに会って考えてみるね。あー、いいと思う。そうね、気が済むまで考えなさい。誰もユーナに聞かなかったのが不思議だった。シーモアのこと好きなのかって。そんなわけないじゃん。だってめっちゃすごい人なんでしょ、エボンの教えの。好きとか嫌いとか言ったら見たことないはずだよ。だから本当にその話題性のためだけに結婚しようと思ってるってことでしょ。はぁ、なんでそんなの背負わせるかね。はい、ということで、私めっちゃ反対なんですけど、こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちさでした。